スタートしました3コーナーを目指しての先行争いは外12番ポルカリズムがダッシュが良かったようです11番ケイデンシーマーク内からは6番プリマビータ後方遅れているのは5番のジェンヌです1番の糸川さくらも行き足がついて今3番手グループそれから3番ロマンシングブルーその後ろに外7番アトミックフレア内からは4番長男ナダルなど続いてバックストレッチ周回コースに入ってきました 先頭は6番プリマビータが後ろを離して3馬身から4馬身のリードです2番手12番ポルカリズムが続いていますその後ろまた3馬身切れて縦長1番糸川さくらその外11番 KDC マークが続いて坂の上りに入りました2馬身差内から3番ロマンシングブルー外7番アトミックフレアが続いて4番湘南ナ,ナダルがその後ろですあとは2番のサラサハウプリティ後方から5頭目ぐらい外回りコースに入っていきます後方9番コインョウあとは8番大成フィリークその外を通って10番ラレーヌデリス最高 4から5番のジェンヌ坂を上り切って下りに入ります800切りました1 0 0 0ルは58秒8というペースで6万プリマビータリードが3バシに少し詰まった 12番ポルカリズム2番手坂を下っていく間もなく坂を下りきる600を切って坂を下りきりました3番手グループ一団で1番糸川さくら4番湘南ナダルここに11番、ケイデンシーマークも続いてそれから外を通って上がっていった7番カトリック・フレア1番の糸川さくら内から4コーナーから直線に向きました今度は先頭12番ポルカリズム4コーナー先頭モレイラ騎手得意のパターンで先頭だ2番手は4番の湘南ナ,ナダルその内からはケイデンシーマークが内に進路を変えて追ってきた外を通って3番のロマンシングブルーの追い込み2百を切った 早め先頭12番のポルカリズムに外から3番のロマンシングブルーが並んで捉えて先頭3番ロマンシングブルー先頭12番ポルカリズム2番手3番ロマンシングブルーゴールイン2番手12番ポルカリズム3番手は10番ラレール・デリスか内11番ケイデン・シーマークか。